次はですね、基調講演として、科学技術コモンズと、情報知識学への期待ということで、国立図書館、館長の、長尾先生にお願いしてございます。長尾先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました長尾でございます。今日はここにありますようなタイトルで、お話をさせていただくことにいたしました。まず科学技術のロングレンジでのこう流れというのを考えてみたいと思うんですけれども、まあ20世紀までは19世紀20世紀は、まあ、分析の時代であったのに対して21世紀というのは生成の時代に入ってきている。つまり20世紀までにいろんなサイエンスがきちっと分析的に明確になって、法則性というのがはっきり確立されてきて、そして21世紀にはその法則性を使っていろんな新しいものを作り出していくというシンセシスの時代に入ってきているんじゃないかということでございますが、そういう意味ではサイエンスの時代からエンジニアリングの時代へ来てるんじゃないか。ところがエンジニアリングというのはどういうして成り立っているかというと、何を作りたいということがあって、行われる作業でありますから、トップダウン的な時代に来たんではないかということですね。それからもう一つは荒っぽいことをやるんじゃなくて、非常に緻密な人間にとって満足のできるそういうものを作っていく必要があるということになると、それは基本的な科学技術のルールだけではとてもカバーできない、非常に微妙なことまで調整していかなければならないんで、それぞれの狭い分野で成り立つ規則、そういうものを重視してそれでもって作っていくと、こういう時代になるわけなんで、第三次近似の時代に入ってきてるんじゃないか。まあ、第一次近似がまあニュートン力学みたいなことであるとすると、第二次近似はまあ例えば原子力なら原子力、あるいは電気工学なら電気工学、機械工学というそれぞれの分野における法則性を使っていろいろなことをやる。それに対してこれからはそういうものだけでも満足できないんで、非常にスペシフィックなことをやっていく必要が出てくる。そうしますと、これはルールディペンデントなことだけでは済まないわけで、データインテンシブエンジニアリング、つまりケースベーストリーズニングみたいなことですね。つまり事例をたくさん集めて、その事例を参照しながら新しいものに対応していくと、そういうことをやる必要が出てくる。つまりそこには法則性というよりは経験性というか、そういうものの重視ということが出てくる、こざるを得ないと、こういうわけであります。そうすると事例やサンプル、あるいは資源の蓄積と利用の時代になってきていると、こういうことでありまして、データベースをきちんと作っていく、そしてそれをできれば共有していくと、こういう時代にならざるを得ないと、こういうわけであります。でそういうことになってきますと、その権利関係というのが当然大きな問題になるわけですので、知的所有権の問題がクローズアップされてまいりまして、まあ、ここに書きましたように論文や本というのは著作権で保護されておりまして、優れたアイデアというのは特許権で保護される、それに対して貴重なデータ、あるいはデータベース、あるいはサンプルというのは一体どういうことによって保護されるのか、とあるいは保護されているのか、こういうことになってくるわけでありまして、データ等についての権利関係をもっともっと明確にしていくということが必要で、それを明確にすることによって共有化が進むということになります。そうでなければ結局個人個人のところで隠して持っていると。なぜ隠して持ってるかというと、それはそのオープンしちゃうと自分の持ってるせっかくのノウハウといったものがただで流出して誰もが使うということになられてしまうんじゃないか、
そういう危険性を感じるからそういうことになってるわけで、そこに、著作権とか特許権にあるような妥当な対価、権利といったものが確立されるということに、が必要であって、そういうことになればデータの共有化が進むと、こういうふうに考えられるではないかと、こういうふうに思っております。まあ、一方の科学技術というのは公共的なものであるというふうに、まあ、考えてもいいんじゃないか。まあ、今日の多くの科学技術活動というのは国からの研究資金で行われているわけでありまして、そういう意味では研究者の創造性は当然評価しなければいけないんですけれども、その成果が出てくる根源にあるのは研究費であって、それは国が税金から出してくれているという意味において公共的性格を考えざるを得ないではないかということになるわけであります。で、そういう時にその特許権というものとか、そういうものがどういうふうに考えられるかということになりますと、まあ、一番てっぺんに書きましたけれども、特許権をはじめ、著作権もですね、許諾権であると、つまり、この人には使わせるけれどもこの人には使わせないんだというような権利を著作者あるいは特許を持っている人が行使する、こういうことになるわけなんですけれども、それはいささか強すぎる権利ではないかというふうにも考えられるわけであります。そういうことをうまく考えないと学問創造性というものがよりよく発展していくということが阻害されるということにならざるを得ないわけであります。つまり、特許権は公共的な性格を帯びているという観点からすると、その権利は少し強すぎるんじゃないかと。むしろ誰もが利用することができて、それに対価を支払わせるといった方向の報酬請求権の方に移行させる方が良いのではないかという考え方もあるんではないかと思っております。さらにはそのピュアサイエンスなんかの場合ですと、科学的な真理に近い性格を持っているわけでありますので、それは名誉権ということにもなって、金銭的なことは考えずに、この人がこういう新しい発見をしたんだとか新しい発明をしたんだとかいうことをその称えるっていうか名誉を与えると、そういうことが考えられるわけですね。ピュアサイエンスの世界ではそういうことが非常に多くあって、宇宙科学にしろいろんな基礎的なサイエンスにしろ、新しい発見とか発明をした場合はもう一瞬にして世界中にそれが知られて誰でも扱える、何らのお金の問題が生じない、その代わりその人が名前を残して輝く、そういうことがあり得るわけなんで、まあ、そういういくつかの段階というのはやっぱり考える必要が出てくるんではないかというふうに思っております。さて、その知識の拡大再生産ということを活発にやるためには、知識の創造と集積流通活用のサイクルの構築が必要であります。つまり知識を集めて流通させて、そして活用するということによって、また新しい素晴らしい知識が作り出される、そういうサイクルをうまく作る、そしてそれを活発化するということが必要なんであります。今日総合科学技術会議で第4期科学技術基本計画基本方針というのが議論されておりまして、現在の第3期の科学技術基本計画は来年の3月で終わることになっておりますので、来年の4月からまあ大体5カ年間の科学技術基本方針というのを出そうとして議論をし始めておられますけれども、
そこでのものの見方というのは、まあ、いろいろ基礎研究はもちろんやらなきゃいけないんですけれども、それプラス課題解決型の研究というのが大切だというふうに言われてきておりまして、ライフサイエンスであるとかグリーンイノベーションとか、そういった日本あるいは世界にとって一番大きな課題であるものについて重点的にこうアプローチしていこうというような方針も打ち出されているわけであります。そういう課題解決型の研究ということになりますと、これはさまざまな学問分野が関わるシステム的なアプローチを考えなければならないわけであります。例えば環境問題にしましても、それをピュアサイエンスだけで扱うことはできないわけでありまして、社会科学であるとかですね、いろんな慣習の問題であるとか、そういったことまで入れて総合的に考えながら研究を進めていかなければならないと、こういうことになります。従いまして、課題をうまく設定するということのためには、その課題についてこれまでどのような研究がなされてきたか、いろんな分野でですね、あるいは何が未解決か、イノベーションを起こせる可能性があるかどうかとかですね、社会に対するインパクトはどうなるであろうか、あるいは市民がそういうことをどういうふうに受け入れるであろうかと、そういったさまざまなことを考えなければいけないわけでありますので、その知の共有化ということをやっぱり考えないといけない。つまり自然科学の人が自然科学の分野の知識だけでアプローチしてるんではダメであると、社会科学的なアプローチ、あるいは人間の心理的なことも考えなければいけない、いうようなことになるわけでありますので、インターディスプリナリーという言葉もありますけれども、広い分野に、広い視野でもって、プランニングをしていくということが必要であります。こういうふうに多くの分野が関わりますシステム的な課題の場合には、理工系の研究者だけではなくて、政策立案者、あるいは人文社会系の研究者、あるいは市民に至るまでがですね、いろんな問題意識を持って、いろんな調査ができる、あるいはアセスメントができると、そういう環境を作っていかなければならないということになりますから、あらゆる学問の成果、あるいは人間社会、企業社会、自然社会等々に関する知識情報をうまく収集して整理して統合的にですね、検索をすると、検索ができるといった形で、人類が今まで築いてきました知識を自由に使えると、そういう知識環境、知の共有化の環境というのを作る必要があるということになると思います。そこでそれを私は、まあ、知識インフラの構築というふうに名前をつけまして、今年の2月3月にわたりまして、総合科学技術会議に説明に参りまして、第4期総合科学技術基本計画を作るにおいては、課題解決型等々そういうことが大事であるのは当然であるが、それを健全に発達させるためには知識インフラというものをきちっと全国規模で構築することが基盤としてぜひとも必要であるから、それを第4期の総合科学技術基本計画の中に書き込んでいくことが大事だと、大切だということを述べてまいりました。今まで研究情報基盤の整備というのはいろいろ言われてきたわけなんですけれども、それはどちらかというと通信ネットワーク、情報を流通させるというような観点が強くて、コンテンツということに関してそれほど深く関わってはいなかったように思われます。しかし今私が申しましたように、通信ネットワークは当然あるものでありまして、ここで必要なことというのは学術情報コンテンツ、
あるいは知識コンテンツというものを組織的な形で整備して統合的に扱えると、そういう分野を超えた知識の相互関係関連付けをして、専門の研究者だけでなくて一般社会人まで簡単なやり方で検索することによって自分のイメージしていることにことがどういう問題を含んでいるか、あるいはそれに関してどういうことが分かってて、あるいはどういうことを考えないと研究しないといけないかとか、どういうアプローチをする必要があるかとか、そういうことを知ってですね、自分がいろいろ考えられる、そういう基盤環境を、つまり知識インフラを作る、これを国としてきっちり作る必要があるんだと、こういうことでございます。つまり日本中に散在するコンテンツの所在を集中管理しまして、そこに検索をかければ関連するすべての必要なコンテンツが得られるようにする必要があるのではないかということを言っておるわけでございます。そういったことで、知的基盤という言葉が今までいろいろ使われてきたんですけども、知的基盤という言葉も非常にいいんですけれども、もう少し明確化するために、知識を取り出す知識基盤の構築、つまり知識インフラと言ってる言葉を使ってはどうかということ、これは言葉だけの問題なんですけれども、で、知識というのは関連するものが有機的に結合されまして、ネットワーク的に統合化されたものでなければならないと、単に情報を集めたものであるだけではダメだと、あるいは単に日本中にあるいろんなデータベースを横断的に結んどくという単純なものではダメなんでありまして、いろんな関連知識を芋づる式に引っ張り出せるとかですね、そういう、いわば人工知能的な技術を用いて知識を組織化するということが必要になるというわけでございます。で、日本中にあります人文社会科学を含んだあらゆる学問、学問研究のコンテンツ、これは論文だけじゃありません。数値データとか研究データとか、それから研究のツールですね、研究にどういうものを使って、そしてどういうプロセスを踏んできたかと、そういう知識というのをやっぱりきちっと整備しなきゃいけないと、こういうふうになると思います。社会状況のデータ、これは社会科学的なものでもいろんな統計データとかがございますが、こういうものが自然科学系の人、あるいは環境問題とか何とかいうのをやっていく場合に縦横無尽に使われているかというと決してそうではないと思われまして、今日日本のいろんな国、例えば国なら国の研究機関でも縦割り的にいろんなことがなされてて、それぞれの研究所においていろんな貴重なデータを持っておられるわけですけれども、それが完全な形でオープンされて、他の知識データベースとの相互関連でもって誰でもがアクセスして使えるということには決してなってないというようなことがありますので、それを考えないといけないということになります。研究者というのは往々にしてですね、いろんな研究をした結果論文を書いたら論文が評価されるわけで、それまでに使った基本的なデータとか、その研究成果を出すためにやった研究のツールですね、いろんな実験ツールとか、それからその実験のプロセスのところに存在するノウハウとか、そういうものはほとんど研究が終わったら捨ててしまう、あるいは個人の頭の中に残るだけであって、よそのところに外には伝達されてない、そういうことになっちゃう。だから貴重なデータでも研究室に置いてあるだけで、その研究室が終わっちゃうともう侵されてしまういうようなことになるわけですから、そういうものをきちっと綿密
に集めて他の人も使えるようにしないといけないということを、まあ、特に強調したいと思います、まあ、自分がこういう研究をしたいというときに一生懸命データを集めるんですけれども、それで、そのデータがですね、自分の研究にとって非常に大事だから、あの人には見せないんだというのは往々にしてあります。しかしそれはまあしょうがないわけなんですけれども、一旦それでもって論文を書いたりいろんな成果を上げて、自分がその研究テーマを卒業したら、そのデータはやっぱりオープンして他の人がですね、同じような目的あるいは別の目的で利用できるというようにしていただくということが最低限必要なんじゃないか。しかもそれがまあ国の研究費で研究されている場合はなおさらのことであるというふうに思います。まあ、諸外国と同様なシステム、諸外国の同様なシステムとお互いにリンクを取って、全世界的な形でこれを展開するというのも当然、大事なことで、ございますけれども、ただどっかに書いとかなかったでしょうか、こういう貴重なデータはある意味で国益に関係します。ですから、まあ、宇宙物理とかピュアサイエンスの場合は全世界、同じドメインで、フェアにやればいいわけですけれども、そのデータとかノウハウが、まあ、企業の利益とか国益とか、まあ、簡単に言えばお金に関係するようなことがしばしばあるわけでありまして、そういう場合にどこまでオープンでやっていくのがいいのか、つまり研究室の中だけでオープンなのか、あるいは国としてオープンでいいのか、あるいは世界的にオープンした方がいいのかとか、そういう国益の問題とこのオープンデータというものとの関係というのを相当よく議論して、そこにどこまではオープンするけど、どこまではどういうふうにするとか、あるいは個人のその権利をどういうふうに認めるか、一番最初に申しましたようにデータに関する権利というのはどういうふうに考えていったらいいかと、そういうようなこともよく検討しないといけないわけでございます。単純にその真理というのは公開すべきである、全世界に公開すべきであるというロマンに満ちた考え方もあるわけでありますけれども、今日の世界におけるいろんな競争というようなことを考えると、それほど理想に燃えた形でやるわけにもいかないし、厳しい競争の中で日本はどうしていくかという考え方も十分よく検討してやっていかなければいけないことだと思っております。その知識インフラを構成する機関としてはどういうものがあるかということなんですけれども、大学研究所等の機関、あるいは機関リポジトリもありますし、研究室のデータベース、あるいは学会雑誌、まあここには書かなかったんですけども、企業の研究所なんかも相当ね、やっぱりデータベースあるいは知識ノウハウというのは持っておられるわけですが、まあ、企業のそういうものもなかなかオープンはされないわけでありますけれども、そこでやっぱり特許権と同じようにデータに関するしかるべき権利というのを確立すれば、企業においてもある種のデータは公開していくということはあり得るんではないかと、こういうふうにまあ考えられます。まあ、そういうことができないものですから、ある企業の優れた研究をした人がですね、定年を迎えられるとよその国に廃サラリーで雇われていって、そちらの企業で、いろんなことをやって結局日本の方が負けちゃうというようなこともまあしばしばあり得るわけでございまして、
その人の頭の中に存在するものをなかなか企業のためにあったからといって他に行った時にそれを絶対にゼロの状況に置いておけというふうにもなかなかならないわけなんで、そういう事例もまあまああるわけなんですね。だからやっぱりそのある種のフェアな、金銭に換算できるような何かのシステムを作って、ビジネスライクにやるということをしないとそういう人材のスカウト合戦になっちゃってそこで、まあ、漏れていくっていうか、そういうこともあり得るわけなんで、まあ、こういう世界というのは非常に複雑だというふうに、まあ、言わざるを得ません。ここに書きましたようにいろんな資金インフラを構成する機関がございます。まあ、国立国会図書館私が属しておりますところも当然この中に入るわけでございますが、私どもは研究データとか数値データとかそういうものを持っているわけではございません。私どもが持っておりますのは論文の文献あるいは本といったそういういわゆるペーパーに書かれた資料類でございまして、そういうものと数値データとかいろんな専門機関が持っておられますデータベースとやっぱりうまく相互リンクを貼って相互にリンクを貼って、こういうデータはどういうふうに解釈すべきか、こういうデータはどういうふうに使うべきかというようなことについては学術論文をリファーすることによっていろいろ分かってくるわけなんで、そういう意味において、国立国会図書館もこういう知識インフラのネットワークの中での一つの重要なノードポイントとして、位置づけられるんじゃないかと思って、科学技術関係に関する文献資料データベースとかそういうことに関して、いろいろ精力的にやっているところでございます。総合科学技術会議に参りましてそういうお話をいたしましたところ、Google は巨大なお金を持ってガンガンやってると、国立国会図書館がいくら頑張ったって国の予算は乏しいんだから、まあ、事実もひどい少ないお金しかないわけなんですけども勝てないんじゃないかという質問がございました。Google の目標というのは世界中の知識情報を収集整理して世界中の人に届けるという、まあ、高邁な理想を考えてやってきているわけでございますが、昨今 Google といえども非常にビジネス的観点からいろんなことをやり始めておりまして、そういうピュアな精神といって同様に、結びつくのかということを、まあ、疑問視する人たちも増えてきているわけなんですけれども、Google に勝てるかとこういうふうな話を、まあ、質問を受けたんですよね。でそこで私はどういうふうに答えたかと言いますと、Google は巨大な文献データベース本のデータベースとかいろんなことやっていますけれどもそれは集めて検索をして提供するとこういうことなんであるけれども日本の場合はあるいは私どもは知識インフラとして目指しているものは知識の組織化であると、つまりある一つの知識だけじゃなくてそれに関連していろんなことを考えなければいけない、そういうこと のトータルな組織化された知識を提供することが必要であってそういうことを目指すべきだと、そしてこれは人工知能的な技術を使うあるいは自然言語処理的な技術を使うことによって、うまく作れるわけであって日本の研究のレベルとしては人工知能とか自然言語処理はそういうことが十分できるような実力を持った人たちがたくさんいるんでそれでもって、総合的な知識インフラを作るということに、邁進することができるんだから第4次、基本計画の中にはそういう単に、データベースを横断検索できるというようなそういう形のインフラ整備だけじゃなくて
やはり研究的な形で、知識の総合化、組織化ということについても研究費を出して、できるだけ人々が使いやすい、ことを実現すると、こういうことがやらなければならないし、やればできるんだから、そういう点においてはグーグルには決して日本は負けないんだというような、まあ、大見得を切っておきましたので、まあ、ぜひ皆さん方もそういう方向で頑張っていただけると、ありがたいというふうに思っておるところです。国立国会図書館におきましては、補正予算を割ともらいまして、今日こういう努力をしておりますが、大体ちょっと細かくて見えないかと思いますが、1968年までの本は全部電子化いたします。それから雑誌に関しては、全部の雑誌じゃございませんけれども、主要な雑誌について第1号から今日までの号を全部電子化する予定でございます。それから博士論文についても、比較的新しい博士論文を全部電子化する予定でございます。その他にもいろいろございますが、そういったことについてはもちろん許諾を得なければいけませんが、図書館の中だけで使うんだったら許諾なしに、全部電子化できると、これは著作権法の改正によって、OK になりました。ただそれを外部にネットで出すということになると、いちいち許諾を得て、許諾を 得られたものだけを出すと、当然出すということになっております。まあ、その辺のところをどうするかというのは、これからの大きな課題でございます。で、我々としましては、その知識 の組織化構造化というのをやらなければいけないって、まあ、大見を切ったんですけども、国会図書館ではじゃあどんなことをやっているかということになりますが、その欲しい知識へのアクセスがスムーズにできるような知識の組織化の、まあ、初期の段階をいろいろ作って、実験的に提供しておりますが、これはまあ何百万という本とか雑誌に関してやっておりますので、まあ、実用的なレベルに来ていると思いますが、リサーチナビと言われるものとか、レファレンス共同データベースとか、まあ、いろんなことをやっておりますので、ご関心がありましたら、私どものウェブサイトの中をずっと見ていただきますと、大体分かっていただけるんじゃないかというふうに思ったりしております。まあ、そんなことで、やはり知識というものを、日本中いろんなところにはいろんな貴重なものがあるわけですから、これをうまく組織化して全体的に使えるようにするというのが大きな課題ではないかということで、今日のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。